ましょう。フィールドはまさに巨大な演出空間。それでは行ってみましょう。エンターテインメント1、まずはこの人、ヴェルディ・ラモス。突破がすごい。でも体が足がもつれて転んだ。でもすぐ立ち上がって走る走る走る。マリノス、ビルゲルセン、長いロビングが、おっと今のは何だったんでしょうか。スローでもう一度見てみましょう。ボールがイレギュラーバウンド。キーパー松永の顔面に。いや一瞬でボールが消えちゃったんだよ。ああ恥ずかしい。アントラーズのスローイン、おっとすっぽ抜け。これはそうアールスローです。あえなくボールは相手チームへ。スピードあるドリブルで持ち込むのはグランパス、ストイコビッチ。勢い余ってカメラマン席へ。カメラを持って撮っちゃう。後で送ってください写真。おっとエドゥのスライディング、これはファールか。狙っちゃいましたファール。はいはい、あなたの言う通りですよ。皮肉たっぷりに謝るエドゥ。でもストッキング上げなさい。わかりました、上げりゃいいんでしょ。でも下げちゃうもんね、言うこと聞かない。さあマリノスヴェルディ伝統の一戦、本戦から決めたのはビスマルク。さすが神様にお祈りを捧げるビスマルクに蝶々の祝福。蝶々名の葉に止まれ。強烈スライディングで飛んだアルシンド。まずい、動かない。その時ゴール裏をバタバタ走る男は、そうです、アントラーズドクターの関さん。アルシンド心配するな、俺が来たからにはどんな怪我でも治してやるからな。大丈夫か。サンキューサンキュー、うん、大丈夫、僕もうちょっと頑張ってみるから。でも痛い。ゴールを大きく外れたボール、取りに行くのはボールボーイの仕事ですね。おっとこけた。考えしましょう。見事こけてます。ああ T シャツもパンツもびっちょびちょ。家に帰ったら怒られるよな、これじゃあ。ボールを取りに行ったレッズキーパー土田もすってんころりん。はい、私一人で転びました。自分のせいです。フリューゲルス桂のセンタリングのチャンスをグランパスリードセーブ。でもダウン。それもそのはず、顔面で止めました。さあスローインからボールをもらってパス。何か変だぞ。ジェフのパベル、バレー選手もびっくりの見事なブロックプレー。ヴェルディエスパルス戦ではこんな珍しいプレーも出ました。津波の寝そべりヘディング。ナイスヘッド。サンフレッチェ・ヴェルディボールを追って激しいバトル。ノー順位を思わず手で押して石川転倒。ベンチの出てきてノーさん、うちの石川に何すんの。レッツ浅野の強烈ロングシュート止めたのは、そうです、なにわのイタリアンガンバ大阪本並。でもたまにはこんなお茶目なプレーステッコロリン。でも回転スタイルがイタリアン。